小松一郎は日本の外交官。長く国際法関係を担当し、外務省欧州局長、国際法局長、中フランス特命全権大使、内閣法制局長官を歴任。フランス共和国レジェオンドヌール勲章コマンドゥール、肖像らい追放大受賞を受賞。兵庫県出身。銀行員の父の仕事の関係で中学2年から、 神奈川県に移り、商工学院中学校、高等学校に入学。外務公務員が愛種試験合格を機に、一橋大学法学部を3年で中退、1972年に外務省に入省。松本淳也竹内健次大口誠一は高校の同級生。竹内健次とは高校時代成績トップを競った仲だが、 東大紛争で東京大学入試が中止になった世代にあたるため、小松は一橋大学に、竹地は京都大学に進学した。また竹地が内閣法制局参事官を務めていた際は、条約課長を務めていた小松の作成する国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案について審査を行った。外務省では希望通り、 フランス語研修に選ばれ、グルノーブル大学、エクスアンプロバンス政治学院留学を経て、在フランス日本国大使館に着任。1982年のフランソワミッテラン、大統領来日時には、通訳を務めた。長く国際法畑を歩み、条約局条約課課長補佐、条約局法規課長、条約局条約課長、条約局担当参事官。 条約局審議官を経て2005年から2008年まで条約局から解組された国際法局長を務めた。2006年6月に行われた大韓民国との排他的経済水域協会確定交渉に日本代表として参加。2007年には第1次安倍内閣で日本国憲法第9条は 集団的自衛権の行使を禁ずるものではないと、従来の内閣法制局見解とは異なる解釈を示した安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の立案実務を担当。また、同年5月11日の衆議院イラク復興支援特別委員会において、テロ対策特別措置法に関し、自衛隊インド洋派遣について、 自衛権の行使として説明しなければならないものではないと説明した。2011年、中フランス特命全権大使に就任。2012年11月10日付で、ルモンド氏に尖閣諸島の領有権が日本にあることを主張する一文を寄稿した。また国際法的な観点から領有権を主張する、フランス語のカラーの資料を作成し、隠し会合や大学、メディア、 国民議会、フランス陸軍関係機関で説明を行った。同資料は外務省により他のロマンス書語にも翻訳され、ラテン系諸国での説明にも用いられた。2013年8月8日付で中フランス大使から内閣法制局長官に就任した。就任時のインタビューで集団的自衛権の行使を禁じているとの憲法解釈を積極的に見直す考えを明らかに。 した。2014年1月23日、通常国会の開会直前に、体調不良を訴えて、虎ノ門病院に入院。診断の結果、余命短い末期がんであることが発覚し、内閣法制次長、横畑雄介が、内閣法制局長官事務代理となった。同年1月31日に見舞いに訪れた、安倍晋三内閣総理大臣から身体につき、 尋ねられると、自分の残りの人生をかけて、この責任を全うさせてください。と、長官側投の意思を伝え、1ヶ月後の2月24日、公務に復帰した。復帰後も、週1回程度通院し、抗がん剤治療を続けた。同年3月4日の参議院予算委員会では、日本共産党の小池晃参議院議員が、 イラク特措法やテロ特措法の条文解釈について、菅義偉内閣官房長官に質問したのに、率先して答弁に立ち、質問にないことについても答弁が及んだため、私が聞いたことにちゃんと答えてくださいね。後半だけ聞いたんですよ。憲法の番人なんだから、安倍政権の番権みたいなことをしないでください。と言われた。これに対して、翌日の同意委員会において、 他党の議員からの質問に、ところで、昨日の本委員会のご審議において、他の党の所属の委員ではございますが、ご質問の中で、安倍内閣の番権というご発言がございました。私としては、このようなご指摘をお受けすることはできません。この委員の所属されている政党は日頃、国民の基本的人権をことさら重視しておられます。親悦でございますが、私は、 内閣法制局長官として国家公務員にもプライバシーや名誉に関わるものを含む憲法上基本的人権が保障されているということを申し上げたいと思います。と答弁した。同年3月7日の参議院予算委員会終了後国会内の廊下で日本共産党の大門美希氏参議院議員から番犬の表現は不適切だったが反論するなら うちの質問の時にしてほしい、あなたはそんなに偉いのかと言われたため、偉くはないが、基本的人権はあると言い返し、囚人監視のもと激しい抗論となった。この問題で野党側から釈明を求められ、3月11日に参議院予算委員会理事会で謝罪した。3月12日には、大門の事務所で謝罪したが、その場で大門が、おやめになって療養すればと伝えたことに、 そういうことを言うべきではないと、さらに反論して、結局喧嘩別れとなった。安全保障の法的基盤の再構築に関する、懇談会からの報告書が出されたことを受け、2014年5月16日に、体調不良を理由に、内閣法制局長官を退任し、内閣官房参与となったが、同年6月23日未明に、東京都杉並区の自宅で死去し、同日夜に、 安倍晋三内閣総理大臣の聴聞を受け、人生をかけた仕事ぶりとされた。63歳坊津。同日付で肖像くらいに女子、随放大受賞が授与された。同年9月11日には、ホテル大倉東京で忍ぶ会が開催され、同僚や友人ら600人余りが出席した。喧嘩に訪れた安倍総理大臣は、病院での語り口も穏やかで、 静かな語り口でありました。私は、私の人生の中で、小松さんほど強靭な精神を持った人を知りません。力と勇気をもらいました。などと明かりの挨拶を述べた。国際法に詳しく、専門書の執筆も行う。知能指数が IQ200 と極めて高いことで知られた。高校時代に、同級生であった、帝京大学医学部内科学講座教授の一式。 孔明は、社交性があるというより我が道を行くタイプと評す。元外務省主任分析官の佐藤優は、非常に優秀。嘘をつかないし、約束を守る。とする一方、外務省の国際法畑の先輩である、元外務事務次官の柳井俊二や谷内翔太郎の、ような政治的な立ち回りはしない人物とした。好きな女優は、牧陽子。ありがとうございます。